有限会社下段モータースは、北海道石狩郡東別町に本社を置く日本の企業。自動車整備業を中心として、自動車に関わる業務を広く行っている。大型バスやマイクロバスなどを保有。路線バス車両は2017年3月31日現在で11台登録されている。貸切バスは9台登録されており、 札幌運輸支局管内発着を営業区域とする。なおバス停は下段モータース、車両表記は下段バスとカタカナ書きになっている。東別ふれあいバス愛の里金沢線、石狩ふとみ駅を出る東別駅南口行、東別駅南口バス停東別町からの委託により運行するコミュニティバスである。愛称は東別触れ合いバス。それまで、 東別町内で運行されていた路線バスや送迎バスなどをまとめた上で2006年より運行開始。当初は2007年度まで試験運行として運行する予定だったが2010年度まで期間が伸ばされ2011年度より本運行となっている。運賃は一乗車一律200円で小学生、障害者などは半額。 回数乗車券が2000円で販売されている。定期乗車券に近いものとして応援券が販売されており、指定した期間全線が乗り放題となる。2014年11月4日からは運行経費削減を目的とした予約制運行が2ヶ月間の試験事業としてスタートした。路線は2017年9月25日改正時点。 市街地予約型線土曜、休日全便運休。かつては、市街地循環線が運行されていたものの、2015年10月1日より、東路線の運行に変更された。なお2014年11月4日からの予約制運行の試験事業に際しても、町内中心部の対象地域で、市街地循環線を一時休止して実施していた。 2016年10月3日より、運行エリアを市街地地区のほか東浦、大岸わらびたいの各地区にも拡大した。愛の里金沢線医療大愛の里キャンパスロイズ、ふとみこ城間、東別駅南口北海道医療大学間は、土曜、休日運休。以前は、東別駅南口を境に、西あたり、別、愛の里線、金沢線として、 別系統で運行されていたが、2011年10月1日に統合されている。全域間直通のほか、東別駅南口を境とした統合前と同じ便も設定される。かつては、北海道中央バスが、東別ターミナル石狩太美駅石狩八幡町や、石狩太美駅愛の里教育大駅、栄町駅の路線バスを運行していたが、 撤退している。北海道中央バス、石狩営業所を参照。緑谷青山線緑谷会館青山会館青山会館弁家別郵便局の区間は、予約制運行で、土日宿は運休となる。かつては、北海道中央バスの路線で、後に、東別町が、札幌第一観光バスに委託して運行していたが、2003年に、撤退。その後は、 下段モータースが受託し、青山線として運行。道民の森までの延長運転も実施されていたが、当別コミュニティバス運行開始に伴い統合された。2016年10月1日より、緑谷海岸青山海岸、青山海岸弁家別郵便局の区間は、予約があった便のみ運行する形となり、土日宿費は、予約型区間は運休となった。 西東別道の駅線2017年9月25日、新設。2018年9月30日まで、実証運行を行い、2018年10月1日より、本格運行とすることを予定している。ふとしび、スターライト、中央並びに、石狩太と駅が、始終点となる、区間便も設定されている。ヒルズイー5から3から17石狩太と駅。 ふと未明線の間は、愛の里金沢線とは一部で経路が異なる。湯と路線を買い物振ればすいすい振れば金曜、土曜の深夜に、殺傷線の下り最終列車から接続する、深夜バスとして、完全予約制で設定されていた。一乗車1000円の割増運賃が適用され、 必要運賃分の回数券権編で利用可能であったほか、応援券を持つ利用者は半額になった。採算を確保できなかったことから廃止されている。飛べる号月型あたり、別船石狩東別駅駅南口にて1日9往復。北海道旅客鉄道札沼線の北海道、医療大学駅新戸津川駅間が2020年5月7日に、 廃止されることを受け、その代替として、石狩東別駅北海道医療大学駅、石狩月形駅の間で、同年4月1日より、下段モータースにより運行されている、バス路線である。愛称は、トベル号。石狩月形駅浦臼駅の代替路線は、別路線となるが、乗り継ぎ割引が適用される。浦臼駅新突川方面は、 北海道中央バスの既存路線が代替となる。車両は、日野、ポンチョと、トヨタハイエースの2台を使用する。東路線の回数券は、月型ウラウス線でも利用できる。東路線を、東別フレアイバスの回数券、応援券、無料チケットで利用することはできない。東高線の車両を江別駅前にて石狩川を挟んだ。 当別町側は1936年廃止された高等軌道にほぼ沿う。かつては北海道中央バスの路線で1993年から札幌第一観光バスへの委託路線となった。平日6往復、土曜、休日4往復が設定されていたが札幌第一観光バスが撤退の意向を示し2005年4月1日より 下段モータースが運行を受託、平日の未四往復運行となった。2006年10月の道路交通法改正以降は、下段モータースが自主運行する一般路線バスに対し、自治体等が補助金教室などで路線維持に協力する形に変更となった。乗客数減少などから、自治体と協議の結果、2016年4月1日付で廃止された。 ありがとうございます。